紀北町、串良町と対等合併して、新市政の鹿野市となった。現在は、鹿野市の内ア姶良町域の大技に関する、地名である。キャッチフレーズは、三里ラ。アイラの表記は、神代三三両の一つである、アイラ三条両に由来する。同じ鹿児島県のアイラ町とは、読みが全く同じである。中岳イラ川北部は、 肝付平野の中石平野南部は肝付山地に大別される。山地と平野の間には白須台地が広がる。国見山系を源とする良川、苫野川が北流する。二つの川は町中央部で合流し、良川となり、長北端で肝付川に合流する。集落の多くは白須台地の外縁に分布している。町内の地域区分には、 住所の表記に使用される大技による区分と、小学校の学区をもとにした区分がある。日常生活上では、集落名が主に用いられ、行政でも、広報アイラやカノヤ市の条例などで使用されている。かつては、町内会も、集落ごとに置かれていたが、再編により、小学校区ごとに1から4箇所にまとめられている。住所名と、小学校区は、必ずしも一致しない。 例として、町南西部の金山集落は、住所上は、亀への飛び地だが、小学校の学区では、鶴峰地区にあたる。大技による、区分町内には亀、ふ麓、上名があり、飛び地を考慮しない場合、姶良川の上流から順に、上名、麓、亀名が位置する。2010年以降は大技に、姶良町を冠している。小学校の学区による、区分上の地区。 鶴見根地区、中央地区、加盟地区がある。北西に、鹿野市、東に、持月郡持月町、南西に、金光町が隣接していた。アイラの書室は720年の歴史書、日本初期のアイラ参上領に関する記述であるが、俗日本気の大隅国設置に関する記述では、オーラ軍とあり、平安時代以降も、演技式で、アイラ、和類受賞で、オーラ軍。 大隅郡王座とと記されている。1197年の大隅国図伝承には、荘園の一つとして、アイラ層と記されている。この後も江戸時代は、薩摩藩の行政区域、アイラ号、1889年の町村制、実施時にもアイラ村して発足するが、1947年の調整志向の際に、アイラに戻された。 アイラ三条領、アイラ三条領の位置について、日本書紀には、うがや吹き合図が、日向国のアイラ三条領に葬られたと記されている。日向国というと、宮崎を連想するが、日本書紀が記述された時代には、南九州一帯が日向と呼ばれていた。近世薩摩藩の地史、三国名小図絵には、アイラ三条領が、宇都神社と共に掲載された。 1874年、アイラ町のアイラ参上領は、明治政府に、否定された。現在は、宮内町所領部の管轄である。アイラ参上領は、アイラ町を象徴するものである。上述のように、アイラの表記は、アイラ参上領に由来し、長賞のアイラ参上領にちなんだ八鷹紙を、図案化したものである。広報誌、広報アイラは2000年頃まで表紙に、 アイラ山上陵を採用しており、平朝記念市アイラの歩みの表紙、裏表紙もアイラ山上陵であった。縄文時代の遺跡は、町西部の大地に集中して見られる。弥生時代の遺跡は、町全域に分布する。肝付平野、特に、渋士湾沿岸地域には大規模古墳群が、集中するが、アイラ町においても、地下式横穴墓や沿墳などが分布している。 2005年には名主源遺跡から6基の地下式横穴墓が発見された。大隅国設置時の4軍にオーラ軍があるが、平安中期の辞書、和名類受賞では王座とは、大隅軍所属とされている。オーラ軍の里には、カノヤ、クシラなど、アイラ町に隣接する地域の名称が見られる。当時の大隅軍、オーラ軍、肝付き軍の正確な位置関係は不明であるが、 角川日本地名大辞典では、アイラ町域が大隅郡と大羅郡の境界上にあり、大隅国の設置以前は、アイラ地方と呼ばれた地域が存在した、と推測している。1197年の大隅国図伝町に、大隅国政淡漁として、ラ荘が記されている。 これとは別に、島津荘宿り気群として、アイラ西又田があり、現在の鹿屋市行熊町に否定される。南北朝時代以降は、東隣の鉱山から、肝月市の勢力が及ぶが、1574年に、肝月市は、伊地知市と共に、島津市に降伏。1577年に鉱山を除く肝月市の所領が没収され、アイラは、島津市領となった。 江戸時代は、薩摩藩領となり、哀良里として統治された。外城には、豪氏の居住する、麓集落が置かれたが、哀良里においては町役場北部一帯に位置した。中世以前には、哀良町域に、松村、浅井村、萩原田村の三村、1602年時点では、哀良号内に、上名、亀野の村があったが、遠方年間に、上名、亀江、 麓の三村に改められた。三村は、現在も、大技として残地されている。明暦年間から漢文年間頃にかけて、神殿開発がなされた。労働力を必要とした薩摩藩は、薩摩半島から、多くの農民を移住させた。1824年の、アイラ名称史によるとアイラザとの人口は2999人。 国高は六千九百三十七国であった。第二次世界大戦前千八百七十一年七月、薩摩藩は廃藩地検により、鹿児島県となったが、同年十一月から千八百七十三年一月まで、旧大隅国は、都の条件所属であった。千八百八十九年の町村政実施時に、アイラ号一帯にあった上名村、ふもと村、 加メ村が合併し、アイラ村が成立。1920年末に大隅鉄道が開通した。1938年10月15日の水害は、村内に甚大な被害をもたらし、死者75名、行方不明者13名、家屋流出112個の惨事となった。このゴアイラ川の改修が本格的に進められ、 現在は1938年ほどの被害は抑制されている。調整施行1947年10月15日に水害からの復興記念として調整を施行し、アイラをアイラに改めた。解消の理由は、アイラが大アイラ村やアイラ軍と混同されるためであった。このアイラ軍は、江戸時代、シラ軍と呼ばれていたが、これが、 俗日本期和名類受賞のオーラ軍と混同され、明治初期にアイラ軍に統一されたものである。鹿児島湾の北西に位置したアイラ町はこの軍名に由来するが、アイラ町の発足は1955年であり、アイラ村とアイラ町が同時期に存在したことはない。アイラ町と読みが同一であることから、報道などでは、 アイラ町を、肝付郡アイラ町、大隅半島のアイラ町、アイラ町を、アイラ郡アイラ町と区別していた。過疎化うど神社から商店街を望む1960年に、人口のピークとなる1万1369人を記録したが、高度経済成長期の若年者の流出、それ以降は、少子高齢化が要因になり人口は減少傾向となった。 1970年に8000人を下回り、同年5月、愛良町が過疎地域に指定された。1990年以降は7300人台で推移している。1990年代以降、町北部の加盟地区を中心として団地が造成され、町中心部の拡幅工事も実施されたのに対し、町南部の鶴見、ね、上神野地区では、 道路整備が進められながらも過疎化が深刻な状況となっている。上野小学校の児童数は数名程度であり、学校の存続も危ぶまれている。かの市との合併かの市との合併の機運は昭和期にも二度見られたが、いずれも愛良町が自立を望んだため頓挫した。最初の機運は1941年のかの町、大愛良村、花岡村、 ア良村の四町村による合併、市政志向であった。鹿野や大イ良花岡の議会が全会一致であったのに対し、ア良村議会のみが賛成に至らず、ア良村を除いた三町村が合併して、鹿野市氏が発足した。次の機運は町村合併促進法に基づいた昭和の大合併によるものであった。鹿児島県ははじめ高山町。 アイラ町の合併を計画していたが、アイラ町側が、高山が中心となり、アイラが衰退するとして反対。県は、合併案を、カノ市、アイラ町の西町に変更したが、アイラ町は、カノ市の財政難や、旧大アイラ村が衰退したことを理由に反対した。三度目の議運は、平成の大合併によるものであった。2003年、アイラ町は、カノ市、タルミ市、 紀北町との枠組みで2005年の合併を目指した大隅中央法廷合併協議会を設置し合併協議を進めた。ところが垂水市が合併協議会から離脱し、鹿野市側も新指名として決定していた大隅市に異議を唱えた。愛良町、鹿野市、紀北町、串良町は2004年7月に大隅中央合併協議会を改めて設置。 新氏名も、か野屋氏と決定され、同年11月26日に、合併協定調印式が挙行された。新氏名や首相式はいずれも、旧か野屋氏から引き継がれているものの、合併方式は新設合併であった。2005年12月11日に閉庁式を挙行。2006年1月1日に合併、新か野屋氏が発足し、旧アイラ町域は、 地域自治区となった。年表1872年以前は旧歴。流出した鶴見ね小学校生門1889年の、松村生実施以降のアイラ村、アイラ町長を記載する。表記は、平町記念史アイラの歩み6ページに基づく。2005年10月時点の総人口は7357人。世帯数は2852。 高齢化率は29.1%。過去の人口については、以下の表を参照。1925年以降は、国勢調査に基づく。このほ九1991年に並行された、上野中学校があった。町内には日本の主要地方道が通過している。鹿児島県道68号鹿屋姶良佐ら線は、南北を通り、鹿屋市街地と、 近郊町を結ぶ。鹿児島県道73号鹿屋鉱山釧路線は、東西を通り、鹿屋市大姉地区と肝付町鉱山地区を結ぶ。日本の主要地方道は、市街地で交差し、その交差点から一般県道を降り、幾の神の姉線が南方向へ伸びる。最寄りの高速道路は、宮崎自動車道の都の上インターチェンジ。ありがとうございます。